この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ああ、徹夜明けのおぼつかない足取りで階段を降りる。おはよう。ああ、おはよう。父がジャガイモの皮を剥いていた。視力はほとんど失っている親父にできる数少ない作業だ。カウンターに入ると昨夜用意した食事が手つかずのまま置いてあった。食べないのか？酒なら飲む。バカ言うな。親父が皮を剥きながら笑った。休んでていいよ。今日は集会もあるし、持たないだろ。何？客がいるときは座ってるだけだから大丈夫だ。いつも誰よりも騒いでるだろ。あれは趣味みたいなもんだから大丈夫だって。酒なら飲む。飲ませるわけないだろ。何度言っても同じだよ。親父は、薄く微笑んで皮むきを続けた。最後に親父が食事をしているのを見たのはいつだったか。4日前だ。リンゴをかじったりナッツを手にしていることはあったが、まともな食事をしているのを見たのは4日前の昼だ。エールの仕入れをしたときに食べていた。改めて父を見つめる。ずいぶん老け込んだように思う。見せしめだ！噴水広場だ！出た。店の外からけたたましい声が聞こえてきた。人の流れが慌ただしく移動している音が聞こえる。ギロチンとかかな。カトリック狩りか。ああ。みたいだな。カトリック狩りか。まあ時代だな。旧教徒。主にローマカトリック教会を信奉する人のこと。宗教改革によりローマカトリック教会と袖を分かった、英国、国教会から、弾圧されている。そうなんだよな。もともとなんかそこら辺の宗教事情はおじさんあんま詳しくないけど、大元は一個だったんだけど、そっからなんかカトリックとプロテスタントで分かれたりとかいろいろしとったんだよね、歴史的に。うん、そのなんか結局その解釈の問題で、解釈と政治の問題で。行くか？いや、見届けてやることもできん。いい。そうか。エリザベス女王が即位してからカトリックの迫害は激しくなった。おっぱいでか。教徒はもちろん、かくまった人間も見つかれば即死刑。足がちぎれるまで獅子を引っ張られた後、あと、見せしめのために、聴衆かの前で裸体を晒され、蝶を取り出される。その後首をはねられ、頭部はそのまま数日晒される。むごいな。その様は国民たちの娯楽の一つになっていた。そうだね。ギロチンの話さっきしたけど、ギロチンとかそういう処刑っていうのは、やっぱ娯楽になっとってさ。で、普段だったら、貼り付けとかくくりつけた、トガ人、罪人を、斧とかでスパーンとやっとったんだけど、それがどうしても効率が悪いと。うん、で、なんかギロチンが発明されて、17世紀とかやったっけな？にギロチンが発明されて、で、それがなんかね、大衆の娯楽というか、装置。効率的に、しかも人道的に、うん、人思いに人を殺してやれる、その、
ね、人道的な処刑装置とまで言われたからな、ギロチンって。なんか怖い話だよね。でもそういう時代だからね。この国は、信仰の自由を失ったんだ。街でエリザベス女王の肖像画を見るたびに虫唾が走る。同じ思いを彼女にも味合わせてやりたい。無言のまま剥いた芋の皮の山が大きくなっていく。今日はどうするんだ？トピック入ったの。エリザベス女王か。エリザベス一世。デューダー朝の最後の君主。演劇を愛した君主としても知られる。エリザベス、統治下に多くの名作が上演されたことから、その期間の演劇をエリザベス朝演劇と称する。やっぱ俺トピックの視点がウィルだから演劇なんだね。うん。演劇のことがなんかその視点になるというか、その人の歴史的な背景じゃなくて、その人の演劇的素養に目がいくってことか。今日はどうするんだ？いつも通りか。うなずきを返す。ウィル。親父に視線を向ける。悪いが、ちょっと席を外す。2階に行く。わかった。俺も行くよ。ゆっくり階段を上る親父の後ろについて2階に向かう。おん。何これ。この2階で一番広い部屋に入り、真ん中に親父を座らせる。祈るんだろ？ああ。そういうことか。わかった。壁にかけた小さな絵画を裏返し、十字架の像の絵を表にする。カトリックの象徴である偶像。偶像崇拝が見つかれば俺たちも罰せられる。それでも不思議と偶像がある方が神を感じられる気がした。信仰までは、誰にも縛られない。それが父の考えであり、この場所はカトリックの密かな集会場所になっている。俺と親父が営んでいるこの酒場ももう一つの顔だ。ひざまずいた親父の少し後ろで俺も十字を切った。手を合わせ祈る。人間は弱い。心のありどころは必要だ。よりどころか。心のよりどころは必要だ。しばらくそうしてから俺は目を開いた。親父はまだひざまずいている。丸まった父の背中を眺め、俺は部屋を後にした。じゃがいもの皮むきを続ける。外の喧騒はなかなかに収まらない。俺は黙々と仕込みを続けた。おう。おう。目くばせをしていつもの馴染みが入っていく。顔馴染みであれば合言葉は聞かない。集まるのは10名弱。信号が来ることはめったにない。ここまで弾圧されたら無理もない。そういうことか。処刑見物は庶民の楽しみの一つにさえなっている。ロブの後も何人か顔なじみが来て2階に通した。みんなの顔は暗い。ウィル。ああ、エド。エドが微笑む。みんな来ていますか？ああ、来ているよ。エドがもう一度微笑んだ。今日はウィルも一緒にどうですか？誰かがここにいないと、2階まで経理が来ないとは言い切れない。今は広場の騒ぎに出ずっぱりですよ。憲兵隊みたいなもんやな。町、今で言う警察官。今で言う。今で言っちゃあかんやろ。視点はウィルの話じゃない。違うのか。これで、あ、やばい。これで視点説が覆された。なんか悔しい。町の治安維持のために働いている。
利己主義の汚職、経理がいるのも時代、現代と同じ。おー、急になんか現代の話になったな。俺は目を捨てる。みんなで祈りを捧げましょう。残された私たちが心のままに祈る。そうしないと広場で処刑された者も浮かばれません。エドはまっすぐ俺を見据えた。その目には今の世に対する強い抗議の火が灯っているように思えた。わかったよ先生。俺はナイフを置いて手を拭いた。エドは優しく微笑み2階に上がる。俺もその後に続いた。2階の集会所に入るとエドは部屋の奥まで歩いていった。親父とロブを中心に10人に満たないカトリックが集っている。先生ってことは神父というか教祖という、教祖ではないけど、なんだろう、この先生は集会所、旧教徒が集まる場所、民家の地下や屋根裏など人目につきにくいところに信者が密かに集まっていた。エドがみんなの前に立った。視線が集まる。みんなの顔は険しい。当たり前だ。ここと同じようにエリザベス女王の弾圧から逃れながらささやかな祈りをあげていたカトリックが処刑された。司祭はもちろんカトリックをかくまうだけでも処刑になる、重罪だ。司祭のトピック入ったか。今日の処刑がどういう罪状だったのか俺は知らない。出た。カトリック教会などの聖職者、ミサや洗礼、説教などの儀式を執り行う。なおプロテスタントに司祭はいない。へえ、そうなんだ。だが、衆目のもとで、惨殺されるような大罪を犯したわけではないのは確かだ。みんなきっと同じ思いを持っている。その視線を受けていたエドが微笑んだ。世の流れは絶え間なく変わっていきます。静かに口を開いたエドが言った。今はこうして人の目を忍んでいますが、神の御心を正しく理解している者が世を導く日が必ずまた来ます。その日まで耐えましょう。我々の忍耐が必ず後に続く者たちを救います。柔らかい表情を浮かべたまま、静かだが芯のある声でエドは言った。自分は司祭になれないとつくづく思う。この圧政を俺は許せない。エドのような微笑みを今浮かべることもできない。この仕打ちをしてきた者に同じことをしてやりたくなる。だからこそ皆エドのもとに集いたくなるのかもしれない。エドの微笑みが救いになるのだ。エドは聖書に手を置き目を閉じた。みんなもそれに習う。エドの説教が終わり散会となる。いつもみんなそのまま酒場に降りて食事をしていってくれる。みんなの顔も明るくなる。きっと意識して雰囲気を変えているんだと思う。そのための酒場だ。カウンターの手前に立って眺める景色の中で一番好きだ。親父も笑っていた。楽しい時間が続き、一人また一人と店を後にする。ロブとエドが残り、俺と親父と4人になった。いつものメンバーだ。エールのアルコールが体の隅々にまで行き渡り、気だるい時間が流れる。この場所があってよかったよ。ロブがコップを傾けながらつぶやいた。ここがなかったら俺なんかはとっくに流されてただろうと思うんだ。自分の弱さを認められると人の弱さも許せるようになる。
人は弱いからこそ信仰が生まれたのかもしれません。そうかもね。ロブはしばらく自分の手元のコップの中で揺れるエールの表面を眺めて、それを飲み干した。酒ってのもさ、人が弱いからこそ生まれたのかもしれねえよな。うん？つまりこんな時くらいは俺にも一杯くらい酒出したっていいんじゃないのか？それは違うんじゃないですか？え、そうかな。そうだよバカ親父、やめろって言われただろ。一杯だけでいいのに。一杯が二杯、二杯が三杯に、いつしか数えるのもやめる。目に見えるな。うっせ、うっせ。子供かよ。うん、いる。台本の方はどうよ。ああ、書きかけていたのを引っ張り出したよ。え、昨日のデンマーク王の話じゃないのかよ。あれを2日で形にするのは無理だ。書きかけていた話というのは？形にして欲しかったらもうもっと前に言えって話やな。前にロブがイタリアで聞いてきた話をベースにしてる。イタリア…イタリアって前、俺最後に行ったのいつだよ。4年前だな。私はまだテンブリッジに来てない頃ですね。司祭であるエドは定期的に町を移る。一つの場所に長くとどまると経理の目に引っかかりやすくなるからだ。過去の話を聞く限り、この夏には次の町に行ってしまうだろう。寂しくはあるが、エドを必要としているカトリックはこの国の至るところにいるはずだ。4年か。ウィルが店に立ち始めた頃だな。あ、全然覚えてねえよ。何？どんな話？ほら、あの手紙の入れ替えてた話。手紙…ああ！あった、あったな。確かにあれは傑作だったわ。どんな話だったんですか？いや、これはよ、イタリアで本当に聞いてきた噂話なんだがよ。つまりただの噂だ。いつものな。ローマにそれはそれは美しい女とそれはそれはかっこいい男がいてな、二人は文通してたんだよ、一年以上も。ふんふん。二人は手紙に詩を綴り、愛を語り合い、互いの声は知らないままどんどん燃え上がっていってたわけ。顔は知ってるんですね。お互いの美貌は知れ渡っていたからな。ところがだ。ロブが前のめりになる。二人の手紙はいつも一人の少年が届けていた。こいつが互いの手紙を別の相手に届けてたのよ。あん？別の相手？同じ名前の男女が二組。つまり4人の男女が文通していたんだよ。え、1年間もか。すごい話だよな。ことの発端は美男子の最初の手紙を間違った相手に渡したことだ。気づいた時にはもう後の祭り。手紙をもらった女は舞い上がっている。ここで間違った相手との文通が始まってしまった。この時にすぐに謝れば丸く収まったんだろうがな。この少年は別の方向に知恵を絞った。つまり美女の方にもちゃんと手紙を届けたのよ。ほほう。美女をものにしたい男は町にあふれていた。その中から少年は美男子と同じ名前の男を見つけ出して手紙を書かせた。新たな文通が始まりましたね。で、文通がすぐに終わっちまえばよかったんだが、どうにもこの4人の詩の趣味ってか、言葉の趣味がぴったりと合っちまったんだよな。そういうこと。間違った相手との1年間の文通、悲劇ですね。ある意味悲劇なんだ。そやな。
偽美男子の男は既婚者だったのよ。なんと。よくねえ。よくねえ。その男の恋の炎は熱く燃え上がり、とうとう美女との逃走を決意。それで？それで？うんうん。そこまでしか聞いてない。なんでだよ。なんでだよ。だって噂話だもん。ロブの話にはいつもオチがないんだよ。どうなったんでしょう。まあそもそもが噂話だからな。本当にそんなことがあったのかすらも怪しいもんだ。お前が言うか。聞いてきたのは本当だよ。そこは誰も疑ってませんよ。でこの話をどうしようってんだ。男女4人がいて、間違った相手とどんどん燃え上がっていっちまうのがこの話の面白いところだろ。トリなんて家庭を捨てようとしてるんだ。実体のない夢のような恋にかけられてさ。まあ、られてさ、男なら気持ちはわかるよね。そうだ、誰でも共感できるネタだし、相関図もシンプルだ。でも舞台ですよね。文通がずっと続くのは地味だよな。現実だったら恋を育てるのに1年かかっても、芝居なら産業で済む。産業で？例えば魔法を使うとか。なるほど。子供に魔法が使えるのか。手紙を入れ替えてたいたずら少年を妖精にでもしちまえばいい。妖精。美男と美女がまず一組。それにその美男と美女に恋焦がれる男女が一組。4人の恋模様が妖精のいたずらでごちゃごちゃに入れ替わる。なるほど。上演中に笑って気分よく帰れるような喜劇にするんだ。最後はハッピーエンド。ごちゃごちゃ入れ替わった末に全員が正しい相手と結ばれる。少年改め妖精が道化の役割を果たすわけですね。いいじゃねえか、さすがウィルだ。あのな、書くのは嫌いじゃない。話を考えるのも好きだ。ただいつも急すぎるんだよ。でも今回も間に合いそうじゃねえか。ここからだって楽じゃないんだよ。妖精側のことも考えなきゃいけないし、間を持たせるには登場人物がまだ足りないし。いや、実際大したものですよ。リリーザの雑記作家ですらウィルほどの側室ではない。リリーザの雑記といえば。雑記ってのはあれだね、まあ劇団お抱えの専用の脚本家って話やね。テンブリッジで活動する脚本家のうち、確かな支援者を持つ一座の専属作家、筆一本で食える選ばれし作家たち。クリストファー・マーローですね。テンブリッジ一の流行作家様だな。おう、マーローさん。歌人、歌劇家、いや劇作家か。シェイクスピアが無学と言われている一方、マーローはテンブリッジ大学で文学を学んだ。在学中から、作劇を始め、シェイクスピアが登場する前からエリザベス朝演劇の、基礎を築き始めた。シェイクスピアという神がかった作家と活動時期がずれていれば、もう少し後世でも、認識されていたかもしれない。シェイクスピアと一緒の時代の人なんや。へえ。やっぱそうだろうな。うん。やっぱりその、結構前の方に話したけど、やっぱ大衆はさ、物語を求めるからさ。うん。無学の人間があれだけ感動的なお話を書けるんだ、劇的な話を書けるんだっていうシェイクスピアの方が、大学でしっかり文学を学んで、コツコツ、ね、いい物語を買い取るっていう、クリストファー・マーローよりも、うん、対象は受けるわけよ。うん。それだよな。うん。ずれとる、そうだな。うん。劇作家でありながら、もういい作品を書く劇作家でありながら、その人のパーソナルは別に劇的ではないから。うん、そこが、
外れだったんだろうね、大衆の。でも彼よりもウィルの方が筆が早く話は深い。エドが俺に顔を向ける。勝てますよウィル。そうかな。そいつはいい。よし、俺からケーキ漬けにいいもんをやろう。あ？へへへ、見たら驚くぜ。ん？ロブはガサガサと布の袋を漁り、赤黒い何かを取り出した。干し肉？ただの干し肉じゃねえぞ。これは鹿肉ですか？おお。ほう。え、結構な高級品だよな。結構どころじゃねえよ。一頭さばいてしっかり売ったらこの店の売り上げの3ヶ月分にはなるんじゃないか。たった一頭で3ヶ月、そんなに高級品だとは認識していたが、一頭で3ヶ月、マジかよ。その辺歩いてねえのかよ鹿。お得意さん様々だよ。マジかよ。余るほど鹿を飼ってるだろ、スペンサーのやつよ。ほう、余るほどスペンサー。3ヶ月食いつなげる食材くんが余っているのか。そいつからのもらい物のお裾分けだ。貴族は金銭感覚が違いますね。みんなで食おうぜ。どうも今日は一人で空気にはならなかったんだ。ロブの声が沈む。広場で見届けた同志の姿が浮かんでいるのかもしれない。生きていくには食わないとね。ほれウィルも。ああ、俺は受け取った干し肉をちぎってかじった。それにエドが続き、ロブも一かけ口に入れた。旦那も食えよ、鹿肉だ。めったに食えねえぞ。俺も食うのは初めてだわ。ぜひ。咀嚼しながらエドが言った。俺は一かけちぎり親父の手のひらに置いた。親父は慎重にそれをつまみ、口元にゆっくり持っていった。じゃ、遠慮なく。そう言って、口に入れた親父はしばらく咀嚼を続けて目を丸くした。この肉がね、確かにうまいけどな。体にもいいらしいぞ。食っとけ食っとけ。あんた最近食が細くなってるんだろ。ウィル、お前が言ったのか。余計なこと言うんじゃねえよ。そう思うなら飯を食え、酒をやめろ。やめねえ、死んでも飲む。夜も更け、エドは早めに帰った。その後、そのすぐ後にロブも席を立つ。じゃあ先生、脚本の方は何卒、明日中に何卒。分かってるよ。俺も楽しみだよ、ウィルの新作。なあロブ。ああ、脚本の仕事もっとないかな。金か。俺はうなずいた。雑記作家になりたいやつは劇場の前に列をなしているくらいだからな。トラブった時に相談されるから、いつも納期が急なのよ。まあそうだよな。まあいいものを書いてればどっかの雑記になれるかもしれねえけどよ、本業をおろそかにするわけにもいかないだろう。うん、売り込み方が難しいよな。また同じような緊急案件しか取れないな、俺みたいな行商には。そうか。悪いな、その分店には通うようにするからよ。ありがとうロブ。お前も苦労してんなウィル。そうでもない、下手な料理を食べに来てくれる常連もいるし、楽しい噂話も聞ける。人生上々だ。
そうか。店が潰れないくらいには食いに来てやる。ロブの腹がパンパンになるぞ。力になれなくて悪いな。俺が貴族だったらお前のパトロンになってやるのによ。いや、十分だよ。今日は長い一日だった気がするよ。ロブが窓の外の夜空を見上げていった。そうだな、いつまで続くんだろうな、こんな状況。明けない夜はないってよ。ロブが俺に顔を向ける。エドが言ってた。ロブが薄く笑う。みんな詩人だな。詩は人生の潤いだ。ロブがうなずく。その潤いで脚本の方もびちゃびちゃにしちゃってくれんだろ。頼んだぜ、大作家先生よ。なんかいやらしいな。